中森明菜の歌手としての原点は、母、千恵子で、ル。ワーナーの制作ディレクターの島田雄三、明菜と母親との関係が、二人三脚で、歌の道を、無駄美空ひばりと実母との関係にダブって得たという。明菜の母、千恵子は19歳の時に、美空、バリーに憧れ、歌手を目指して、鹿児島から上京、ステス剣歌い手として働いていた、新宿、歌、基調のキャバレーで、 秋落としり合い、21歳で決、した。二人は、六人の子供を抱え、暮らし向きは決し、楽ではなかった。だが、千恵子は、志半ばで断念、高州の夢を娘たちに託すべく、家にピアノを買い、バレエを習わせた。秋名もまた、母を喜ばるために歌手を目指し、スタタンへの挑戦を続、たのだ。文芸春秋2021年9月号より、 全2回の2回目、前編、脱づく父、秋代が、千恵子について話す。家内、自分の夢が叶ったと随分ん喜んでいました。県、野野崎さんや花見さんも自宅によく来てくって、料理上手だった家内は、故郷の鹿児島の寮や、いろんなものを作ってもてなしていますし。歌が好きだから、時には、テープレコーダーに踏んで歌を吹き込んで、聴かせることもあり今、た、秋にとって、歌は、 家族と自分とをつなぐ生、線でもあった。バーナーの方角宣伝下にいた、岡忍は、プロモーション用の基礎資料とし、秋菜に書いてもらったプロフィールに目を止め、た。そこには、彼女が、子供の頃、身体が弱く、病気、血だったことが綴られていた。兄弟姉妹のうで、一人だけ病気になって、母親を独占したふ、目のようなものがあるんじゃないかと感じ、した。 とにかく歌で家族にも存在感を示したという気持ちは理解できた。<music>